もう自分が悪いっていうのを理解しないと、あなたの人生ずっと悪い人に囲まれた人生ですよ。うるせえな。歯が痛いのか。ちょっとうるさい。ほら、また八つ当たりしましたね。罰が当たりますよ。うるせえ。私は神です。神ではありません。私に逆らったら絶対悪いことが起こります。どうでいいの、これのバカ野郎。バカじゃないよ。そこチャンネルのチャンネル登録をよろしくよろしくお願いします。ちゃ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 。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は1月の、3日か。はい、3日ですね。はい、お正月。今日はどういった動画を撮るつもりですか？はい、今日は、何ですか、お正月配信の時、ネックレスちぎっちゃったでしょ。はい、大晦日からね、はい、元旦かけて、夜中配信したんですけど、うん、まあ、いろいろあって、うん、ちょっと横川さんが、キクさんのネックレスをちぎっちゃった。まあ、もちろんわざとじゃないんですけど、はい、でも、その事実として やってしまったと。それはもう、あなたが悪いです。はい、やだ、ゴミみたいなネックレスで、次の日もずっと私不機嫌なんですよ、アピール。最初出ましたけど、アピールじゃなくて不機嫌になったんじゃない。不機嫌アピールって言い方はちょっとどうかと思いますけどね。まあいいや、まあまあそう言っても始まんないから、今日はねちょっと機嫌取ろうかと思って。ほう、ね、本当はもうこれ自分で食べようと思ったんですけど、はい、視聴者さんからね、うん、おすごい仙台牛、これめちゃくちゃ良さそうなお肉じゃないですか。もらったんですか？まあ、そうだっけ、うん、もらった。いいっすね。うん、だから、あ、これをちょっとお詫びとして菊さんに差し上げようみたいなことですか？お詫びっていうか、はい、で、これ食わして機嫌も良くなるだろうし、まあまあまあ、それでね、今後逆らってきたら肉返せこの野郎。嫌な人ですね。絶対なんか岩川さんに恩作んない方がいいですね。あとでずっと言うんでしょ。てめえ肉食ってたろ。でこれを今日は差し上げて、はい、まあ、ご機嫌を伺おうじゃないかと、はい、まあでも菊さんお肉昔からね、あの視聴者さんにも肉くだ肉ちょうだいとか言ってましたから、喜ぶんじゃないですか。肉ちょうだいって言ってるのに一回も来てないから。でなぜかあなたとか来ちゃってる、ちょっと皮肉なもんですけど、さすがに喜んでくれるんじゃないですか。はい、あの不機嫌も治ると思います。はい、じゃあちょっと行きますか。はい、ネックレス何本分あるやろこの肉。確か300円ぐらいで言ってましたね。100円のもあるよって言ってました。まあ、ちょっと機嫌と言いましょう。そうですね、バカの、うん、はい、いいお正月になりそうだ。はい、もう こいつはもう何かあったんですか？話しません。何かあったんですか？歯が痛いからつって、うん、俺に今度はなんだかんだ言い出してきて、うん、だってそうじゃなくて昨日あんな硬いおし、あのせんべい食ってさ、うん、あこれ違和感に食われちゃうなんつってしまっちゃった。あ、岩川さんに食べられちゃうから急いで食べなきゃみたいな。いや、ちょっとこいつ今日お土産持ってきたんだけど、やっぱやめようかな。なんか腹立ってきたな。私がもらったやつなのに岩川さんに、ね、盗まれちゃうのってね、それは怖いですよね。ああ、そうですか。私これもらったんですよ、めっちゃ高い肉ですよ。はい、いやもうこの前ネックレスもちぎったし、ちょっと機嫌取りに、俺食いたかったけど渡そうって思ったけど。ああ、じゃあ歯も痛いし、いいかも。ばあさんだけ食べてください。じゃあ俺食べますもん。はい。はい、しょうがないよ、もう。歯が痛いって言うんだから。はい。あ、全然肉でも興味持ってないですね。ほら。あの、お肉あるんですけど、ちょっと食べれなそうですか？岩川さんもお待ちくれたんだよ。食えるかどうかわかんない、歯が痛くて。あ、じゃあもう僕食べます。わかりました。もういいです。キクさんはいらない。終わり終わり。もう。どうもあ、いい、もう。
そうやったら。じゃあ、お肉は岩川さんが食べる。ああ、もう、私食べます。もう、そうやったら。あ、うん、なんだか、こっちはね、曲がっちゃったんだって。曲がっちゃった あの、もう、グラグラしちゃって。ああ、じゃあもう本当に抜ける寸前だ。もう抜きましょう、じゃあ。え、今日とかじゃご飯どうしたの？全然食べてない。食べてない、痛くて痛くて。だって、それだったらあんな硬いせんべい、昨日もブリ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 噛んでて、うん、それでもう、痛くてしょうがなかったね、もう。うん、もう食べ過ぎちゃっても。おせいただき物のおせんべいがいっぱいあったけど、岩川さんに食べられたくないから。そう、まっちゃん、始まっちゃう。岩川さん来るから。明日来ちゃうから、今日食べちゃおうって。だから、いっぱい食べちゃう。あ、一番食べるなんて。したら、歯が痛くなっちゃったんだ。折れかけてるってことですかね、抜けかけてるというか。あ、もう、外れちゃってる。外れてる。食い意地張ってるからだ、お前が。違うよ、そんなんじゃないよ。バカみたいにせんべい食う。あんな肩食えば、それは、なるよ、お前。ガタガタなるよ。痛くて、それでバレなくて、それぐらいだもん。みかん、バナナ、おせんべい食べたら、歯が、ちょっと、曲がっちゃった。曲がっちゃった、はい。もうガタガタ。そしたら、今度はもう、折りんで、こんなんだか始まるか。痛い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 。もう何回言ってもダメです、多分。痛い痛いってことで、そのマーさんにこう、ちょっと当たるというか。おめえ、全部自分が悪いじゃねえかよ。うるせえな。いや、さすがにいいから、でも来てんだから。頭来てんじゃねえか。歯医者行け行け言ってもいかねえし、悪いの全部おめえじゃねえかよ。先生逃げちゃ。薬味狼だな、おめえ。先生逃げちゃ。先生に言えって。もう、行けなかった時点にすぐ医者も帰られたらの。おめえ予約取ってもなんか行かなかった日あったじゃねえか、なんか怒って。あれは先生が悪いの。はいはい。全部お前だよ悪いの。違います。もう自分が悪いっていうのを理解しないと、あなたの人生ずっと悪い人に囲まれた人生ですよ。うるせえな。あ、歯が痛いのか。ざまにやがれ。バチだよバチ。シンプルで嫌なやつじゃねえか。ざまあ見やがれば、もう何の筋も通ってない。もう。いや、こんなもんバチじゃねえかよ。バチの因果応報じゃねえかよ。因果があって応報来てるの見たねえか。まあ、理由はちょっと明白というか。しかも、歯を食べたのも食い地張ってせんべい食ってるからな。それあります。人に分けたくないっていう。あ、そうです。癒しい心から。あ、そう、そう。こいつ本当に癒しい、もう。だ、もう、すべておめえのせいじゃねえかよ。マジちょっとうるさい。ほら、また八つ当たりしましたね。はい。また罰が来ますよ。あなたがやったこと全部返ってきますよ。すいません。死にませんじゃなくて。ほら、知ってるでしょ。帰ってきた。今帰ってきてるし。やったことは今帰ってきてるし。指を刺すな。知りませんじゃねえだろ。知ってるだろ。こうやってどんどん罰が当たりますよ。私は神です。神ではありません。ああ、私に逆らったら絶対悪いことが起こります。わかりましたか？変な宗教始めないでください。ああ、じゃあちょっと。企画変更で、はい、今からすき焼き作って菊に見せびやかして食べるやだやだこれいい肉ですよ、はい、いや絶対いい肉ですよ、そんな、はい、最高だもん、はい、だから3人で見せびやかして歯って大事だなってお話ししながらすき焼き食べましょう。美味しい肉だし、すき焼きもね、ってみんな好きだと思いますけど、その真ん中に、ね、なんかあの、食べれないおばさんがいるのは良くないんじゃないですか。絵的にすごい悪くないですか。ちょっと待って。伸びるぞ。いや、その世の中があなたみたいに性格悪い人で溢れてたら、いや、よだれ垂らしてみるかもしれないですけど。いや、このチャンネルの住民はみんな性格悪いですよ。あなたとは違う。いやいや、これは大喜びですよ。すみません。ただそうは言ってもね、はい、愛するね、妻がそう苦しんでるわけだから、まずはどうですか、あの、キクさんが吐いてって言ってますけど、自分だけお肉食べるの OK ですか？あ、いいですよ。え、これ。あ、じゃあちょっと、材料買ってきましょうか。白菜と。やる。やる。一定やる。わかる。私、歯医者行ってくる。
ぶん殴られてもやる。ちょっと木の棒でマサマサ。後ろだよ。後ろ。後頭部。後頭部。足とかないじゃん。じゃあ両足から回ってるじゃん。で、うん、今から歯医者行くのか。やってきたのわかんないけど。お、間に合うかな。もう白菜しかないかもしれませんよ。帰ってきても。すき焼きまでに歯を直したい。うんうん、肉渡して仲直りって思ったけど、もうもういいや。よし、怒らせましょう。正解はいはい、マサ買ってきましたよ、はい、ネギと豆腐とごめん、椎茸はなかったわ。椎茸って、あ、けど別に、いやー、やっぱすき焼きって言ってたらね、まあイメージはありますよね、椎茸、はい、あと白菜、あと忘れちゃいけないすき焼きってのは、じゃあ、カチカチさんはこれでつけてこ食べ物、あれしゃぶしゃぶですよ、ね、うん、うん、すき焼きはなんかあの甘いタレで、うん、ああ俺これだと思ったから、うん、こんだけあればいいなと思って、これ水に足して、あ、これでもできますよ、はい、うん、じゃあ一応材料をしますね、はい、うちの新田町もそっとやってるんです、これ。お、でもばあさんしゃぶしゃぶのやり方も分かってなかった、ね、あれは多分あなたのお父さんが言ってたしゃぶしゃぶは嘘です。家が、あの、お金、家にお金がないのをいいことに子供に嘘を教えてた。サンタも教えてくれなかった。そうそう、全部それと一緒です。お湯、んお湯入れてきて、水、まあとりあえずほっときましょう。はい、水入れてきて、ほら、じゃあ水あの入れてきてあげましょう。これしかなんとか行くと、まあもうすぐすき焼き食べれるから。ちょっとご機嫌に。あの、一応今日ね、岩川さんの予定ではお肉をあげるだけでね、はい、プレゼントしてお詫びしましたで、はい、まあ帰る予定だったんですけど、はい、急遽あなたがなんか客さんが「はい」って聞いてニヤニヤしてして見せびらかしましょうって言って、全然あなた行動力ないのに、もうあっという間に材料揃えましたもん。もういいです。ひどい話でさ、こういう時のあなたのなんか機動力すごいですよね。普段だったらね、なんか面倒くさがりそうなのに、ちょっと行ってくるわって言って。いや、動画のためですよ。別に意地悪でやってるわけじゃないですよ。YouTuber 根性。ああ。その割で菊さん、すごい怒ってらっしゃる。あれも YouTuber 根性なんですかね。やっぱ女優だから、ちゃんと。持ってんの、うん、歯が痛い、うん、水持ってっから、うん、しょうがないのに、うん、体にも水持ってんだもん、うん、残念だな。よし、やりましょう。じゃあ調理スタートしましょう、うん、まあ、お鍋だね、はい、じゃあスタートしましょう、はいはい。なんておっしゃってましたよ。スタートスタート。言っちゃいけない上に知らない言葉。はい、行きましょう行きましょう。なんか楽しそうですね。何だこれ。じゃあこれ逃げられるんだ。普段いじめられてるって。俺バンバンやられたんだから、ずっと我慢したんだもん、ずっと。じゃあまさん普段ちょっとやられてるから、今日岩川さんの提案で見せびらかせるのが嬉しいんですか。小物ですね。こんなのめっちゃ何も。小物だな。そういうことね。本当に岩川さん、まあ本当に二毛様です。本当に器小さい。器小さいな。やってもらえた本当にもう。ババアちゃんの。ちっちゃな復讐を。今日はちゃんとお店みたいに作りましょう。あんた普段適当にね、なんかもう手で何ならちぎったりするのに、見せびらかすために綺麗な方が菊さんがより悔しがるだろうと思って、何気合い入れてるんですか。
気合入れるぞ。おいしそうに作るぞ。あなたも喜びすぎです。マースの拍手初めて見ました。嬉しいぞ今日は。やっぱ完全超悪って一番受けやすいんですよね。善ないんですよ。悪しかいないですよ。いやそれ以上に悪さしてたんだ。マさん今日は本当ちゃんと綺麗にやらないとダメだよ。はい。はい。取れそうだな。だってこんなめったにめったに味わえないわ、ね、これ言葉味わらないの62年間どんなつまんない人生を送ってきました。これが一番楽しいなんで62年で62年間で一番そこでこういうことも、うん、ないですね。これ見てましょう、うん、よし火つけましょうか。あいいお鍋ですね。すげえこれが鍋。今日いい笑顔しますんで。これ本当だ、美味しいだろうな、これ。めったにないよ、これ。すき焼きとか、初めてですよ。初めて。あれよ、まあ、よかったね。ね、ね、パパな。知らない。あ、まさ、卵あるんだよね。あ、卵ありますよ。ありますよ。え、卵何します？まさ、生卵大丈夫ですよね。あ、大丈夫、大丈夫。ご飯に生卵やってね。あのヒント。すき焼きって生卵つけて食べたりするんですか。あ、本当に。うん。あ、すげえ匂い。半端じゃねえ匂いこれ。ズレがね。噛んだことない匂いじゃんこれは。今まで。ほら、噛んだことない。単純な匂いが嗅いできたんですよ。地下に閉じ込められてあるんですよ。62年で初めての匂い。はい、抗生物質は売ってません。売ってませんよ。ないとご飯食えない2週間。うん。ほら。いいよ、もうできて欲しいことある。今できないってこれやってんだから。じゃあ私、食べてくる。食べるしかないでしょ。すぐにもう一回飲む。2週間飯食わねえんだろ。なんで嘘ばっか作んだよ、お前は。いや、ついじゃん、これ。はぁ、ネズ持ってんだもん。うん、じゃあ。流し込むしかないでしょ、ご飯。じゃあなんでおしんこなんだよ。僕は食うの。嘘ばっかつくからな。はい、間違ってた。切り替え腫れてんだ、本当だよ。うん、嘘ばっかついていると歯が腫れるらしいぞ。今からお目が悪いでみんな。はい、そうだね。お目の周り悪い人ばっかだな。不思議だな。ネクスキから悪いのよ。おお、不思議で不思議。この恨みは恐ろしいがな。ああ、そうですか。すき焼き美味しそうですね。これすごい。また言おうか、うん、私この友達とネックレスやっててさ、ね、交換したらいいんだけど、買ってきてあげたらいいんだけど、あげたらって交換してたら、その返しからプレゼント交換したんやけど。もう肉に夢中。父さんが江戸春美になっちゃう。もうこれでいけないですか。はい、もう完成じゃないですか。よし、ちょっと食べてみましょうか。いただきます。うん、あー、あーちゃんご飯持ってないと。うまい。野菜もそういう感じで、もう味付いてるんで。よそいましょうか。はい、ご飯何でこれ。初めてのね、すき焼きなんで。います。今初めて食ったぞ、メンバーが。うそこっこしげ。でもなんかそんな。はいはい。すみません。
全部返ってくんだよ。今もパパや溺れ溺れてたんですか。美味しいですか。まあ豆腐はすげーうまい。美味しい。よかったよかった。待って、反射から電話かかってきてないけど。どうするこれ。静かご飯ついてください。キムさん、ご飯持ってきてよ。いや、ご飯持ってきてっつの。お湯沸かすんだから。あー、うまい、これ、ほんとに。キムさん、よかったら、すき焼き…いらない。はいはい。これじゃご飯足んない。足んないで、じゃあ自分で取れ。うん。まーちゃん、ご飯冷たいじゃん、これ。はい、自分でやれよ。うんうん。やだ、冷たいの、これ。あ、じゃあ食わなくていいよ。貸してよ。じゃあ食わなくていい、食わなくていい、食わなくていい。じゃあなんかねえよ、お前、できてねえよ、うん、バカ。いや、これで足りるはずないじゃんよ。食えねえんだろ。食えねえだめ。いい、もうちょっと持ってけ。なんで人にやらすの。箸これじゃない。なんで自分のこと自分でやんないの。うるさい。こーな、まあ、ほんとに。これじゃ、カスに飲むかな。はい。いい加減しないと殴りますよ。殴らないでください。じゃ、この飲んだらカスで飲むかな。あ、飲め。で、次やめやんな。じゃ、今日の取り消しな。はい。これじゃない。どんつけばなよ。どんつけばこれのバカ野郎。ああ。ダメだ。ちょっと岩川さん、岩川さん勘弁して。ちょっとダメだ。いやダメやべ。まあさ、美味しいもの食べましょう。美味しいもの食べましょう。美味しいもの食べましょう。危ない。ごめんなさい、ごめんなさい。もう出つけるから。こいつね、ダメにごさん、こいつ、ほんとに。のぼせてっから、こいつ。うん。なんか、うまくさ、この、今、ちまから、今。うん。平川さん、こっちで、峰川さん、めっちゃ、うん。はい、なんか、いいも取れましたね。お前、責任取れよ。こんな揉めてあんだから。あ、これ。はい。え？あ、おしんこ、おしんこ腐ってました？うん。よかったらちょっと食べてみませんか、これ、お肉。今、いらないですか。いや、今これちょっとやりたかな。歯痛いだからいらねえよ。一応ちょっと予想できたんで、うん、試しに。いや、歯痛いだからダメだよ。見ろこれ、こんなになっちって、岩川のせいで。ちょっと食べてみて。少し食ったの。食いかな、いなくて。無理すな、無理すな、無理すな。はい、あんまり合わないですか、お口にも。いや、噛めないのよ。あー、でもおしんこより柔らかいと思いますよ。うん、でも流し込んじゃうんで。いや、別に言うたら、それが全部。そこ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 面白い、いや、とても面白い、そこそこそこチャンネル。終わりです。ありがとうございます。